全国高等学校総合体育大会体操競技新体操大会は日本の高等学校体操新体操大校の大会であり全国高等学校体育連盟日本体操協会の主催で行われるこの大会は全国高等学校体操競技選抜大会全国高等学校新体操選抜大会全日本ジュニア体操競技選手権大会 国民体育大会体操競技と並ぶ、高校体操競技、新体操後大全国大会の一つで、インターハイ開催地において、毎年持ち回りで開催されている。男女体操、新体操に共通して、チーム選手権、個人選手権、種目別選手権がある。チーム選手権は、各種目の上位3名の得点を合計したもので、 規定演技による予選通過16チームにより自由演技が行われ自由演技のみの得点で順位が決定する個人選手権はチーム予選通過者及びチーム予選通過者以外の規定演技以外による上位16名により自由演技が行われ自由演技のみの得点で順位が決定する種目別選手権はチーム及び個人予選通過者の 各種目別の自由演技のみの特典で行われ、順位が決定する。個人総合の優勝者には、優勝杯、団体総合に優勝校には、優勝杯、文部科学大臣杯、全国交代連会長杯が授与される。ありがとうございます。